窒素資源循環社会を実現するための希薄反応性窒素の回収・除去技術開発と題しまして、東京大学教授、脇原徹様よりご講演をいただきます脇原様どうぞよろししくお願いいたします。 東京大学のマラでございいいまますすよろししくお願たこちらに書いたようなタイトルですね。窒素循環、えっと、窒素資源循環社会を実現するための希薄反応性窒素の回収除去技術開発といったようなあーテーマでございます。でこちらがのプロジェクトの概要でございます。えっとまあ、窒素循環社会の構築のためにはですね、あの先ほど川本先生、あの丁寧なご説明をされていたので、あのまあ、それをちょっと見越してちょっと省略をさせていただいたんですけれども、えーまあ、脱硝とアンモニア回収、やっぱりこの辺りはキーワードの ななってくるんじゃもともとう,う,、まあ、うちの研究室はです、ね、この多項体材料をすごくあの注力して研究を行っていたということもありましてで、まあ、特にこの内燃期間から発生するようなノのク性ですねっていうのはゼオライトを使ってこう分解をしていたりとかあとアンモニウムあと例えばあのゼオライトっていうのは優秀なアンモニウムのイオン交換材でもあるといったところから何かできないかということをずっと考えてまいりまして、まあ、それでこのようなプロジェクトを提案させていただいたというところでございます。 まあ特にあのカーボンニュートラルの時代においては、じゃあ燃料って使われなくなるんじゃないかって、そんな話もありますけれども、やはりあのトラックとかのですね移動とかのところには、やっぱり当面は、内燃機関が使われるだろうと、特に E フュエルが導入されるということも考えますと、やはりあの脱粧技術といったものをあの高度化していく必要があるというふうに考えております。 でまあ、あの先ほどあの川本先生もおっしゃってましたけれども、まあ、ハーバー保守法でえっとエネルギーを,作ってアンモニアを使ってアンモニアを作ってでこのアンモニアを利用して最終的にはエネルギーをかけてまた分解をしているという現状がある中でこれを有効に回収すると言ってでそれを利用するといったところは非常にあの社会的な意義が大きいのではないかというふうに考えております。 まあ最終目標、あのこちら一番下に書いてあるところですけれども、まあ、排水からア,モニウムアンモニアがです、ね、回収可能であることをまあパイロット設備で実証すると、あとは高耐久のノックス浄化用ゼオライト触媒を用いたまあパイロット規模の試験をすると、あとはまああのアンモニアを使わないノックス浄化システムを構築しようといったところを、まあ我々のターゲットとしております。 でまあ、こちらがです、ね、プロジェクト開始、もう2年半ですかねあの、経ちますけれども、プロジェクト開始当初の組織体制です、えー、東大と三菱ケミカルさん、そして産総研 JFCC、この4機関が入って、えーまあ、あの脱しょとアンモニア、アンモニウムイオンの方のチームに分かれて、まあ、研究をやりましょうとで、特に我々ゼオライトが得意ですから、まあ、ゼオライトですかねとで、メタルナノクラスターとか入れる技術があるから、こういうのを使えばいいんじゃないでしょうかといったあたりから始めてました、これが2年半前です。 じゃあ今どうなっているかといいますと、えっと、この脱章における組織あの脱章触媒の方なんですけども,もう非常に大きくなりました東大 j f c c 産総研に加えて、えっと、あと会社 ABC、ちょっとあのここ書いてないしあと海外の大学とも連携をしています。 そしてもともと我々のコア技術っていうのは、まあ、ゼオライトを作り込むあの高速で合成できますよとか流通で合成できますよっていうのはこれが手持ちの技術だったんですでこのムーンショットのこのプロジェクトの間にいろんな邦画技術を育ててまいりましたで例えばあの血管を修復して究極的に耐久性を高めるというそういう技術っていうのをあの高めてまいりましたあとは蘇生を全く新しい方法で今まで絶対蘇生が調整できなかったようなゼオライトも調整できるようにしましたでこういうあの邦画的な技術がどん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 我々のコア技術を 比率になってきて、でこれを使ってより良いあの材料を作っていると、まさにあのムーンショットですね、もう月にぶっぱなすっていうようなところが目標だったと思う、あの最初の初期のあのターゲットだったと思うんですけど、まさにそういうものを実現しつつあるのではないかというふうに考えております。まあ、このようなことがあの実現できたっていうのはですね、やはり大幅に人員を増加したあのまあ あの賢くいろんなアイデアを出して、えっと、解決したというふうに本当は申し上げたいんですけれどもそれもあると思うんですけれども大幅に人員を増加したというところはやはり大きいんじゃないかなとでさらにですねあの上にまだ飽画的技術というところでまだコア技術にはなってないけれども育ててる技術もありますのでぜひ、まあ、ですねこの進化をあのご期待いただければというふうに思います。 アアンモニア改修の方も全く同様でございます、えっと、今はですね、えっと、会社 ABCD ってちょっと何個あるんだかちょっと分かんないんですけどもたくさんの会社が入ってですね、えっと、やっておりますで元々の我々の手持ちの技術は合成ゼオライトができますゼオライトイオン交換剤で優秀です、まあ、合成があるんだったら天然もあります、まあ、あのいろんな会社を知り合いますのでそういうところに入ってもらえますそれだったんですけれどもずっと飽画技術としてこうあの蓄えてきたですね非消費室のアルミノシリケットだったり産業界から出てくる非常に安い 安い原料を使ったえっと似たような材料であったりとか、そういったものはついに我々のコア技術になってえっと安価にえっとアンモニアを開始できるような技術開発というのもにも成功をしております。まあ、これもですねやっぱり人員の大幅増加なのかなというふうに考えております。まだまだあの他のですねフォ技術もあのフア技術になるようにえっとこれから研究を続けていきたいというふうに考えております。 というわけで、えっとまあ、アンモニア回収と脱硝触媒の、まあ、大きく2つの柱があると思っていただいていいかと思います。でまずあの、アンモニアの方の進捗の方からあの説明をさせていただきたいと思います。まあ、産,業界から産業界から得られるです、ね、非常に安い材を使って、それで、えっとまあ、低コストなイオン交換材を作ろうといったようなところを今、あの着あの注力しております。これ、ですねキロ数十円って書いてますけど、数十円の数というのは、本当にあの限りなく1に近い方の数。 これが非常に高いアンモニアを開始アンモニウムイオンを開始する能力があると。 まあこれれがひとできればですねえっとまあ例えば一例ですけれどもあの養豚場ありますね養豚場大量の尿が出てきますでそこのアンモニウムイオンを回収してあげてじゃあこれをもう肥料として使うこともできますしまあ非常に安価ですのでこれあの濃縮してえっと何回か使ってまああの使えなくなったらまああの肥料に使うけすけれどもそこでアンモニアを回収して循環させるこんなことが実現できるんじゃないかなというふうに考えております。 えっとですねさらにはですね産業界の方にも使える、このようなイオン交換剤ができる、吸着剤ができれば工場から出てくる灰液、アンモニウムイオンがたくさん含まれている廃液というのはあります、いろんなえっとですねあの組成があるんですねこれ会社さんによっても全然こうバラバラなんですけれども、全部に対して適用できるかというと、そこまでちょっとまだ出来上がってはいないんですけれども、かなりのケースにおきまして、非常にこう高効率にですねあの安価にアン,モニア,アンモニウムイオンを回収できると。これ あの前段でそれで回収するだけで後段の例えばトータルあのあの負荷が減りますのでそれでトータルコストが減るとかですねその回収したアンモニウムイオンをあの他のえっとアンモニアにしてあとまた再利用するとかそういういろんなパスがありますこれ一度システムができれば同様の会社にもたくさんあの適用できるというふうに考えておりまして今あの注力をしてあのけあのもちろん研究を行っておりますでえっともう当然のごとくですけどもあのあの2020年度末の目標というのはあの前倒しで成功してえっとごめんなさい達成をして、えっと おりま,すえー、とまずです、ねあと、より具体的な話です、まあ、吸着剤を選定しましょうといったところで、まああの、まず対象とする排水なんですかって、やっぱり下水であったり、養、え、豚、ーえーえー、の排水であったり、工場の排水であったりと、まあ、いろいろあります、もちろんこういうところにいろいろコンタクトして、えー、と一緒にあの取り組んでおります、それぞれアンモニウムイオンの濃度って書いてますけれども、まあ、これ、競合するカチオンが、あんま、あのもうバラバラですね。 でものすごく競合する価値がある中でどれくらい取れるかといったところがやっぱり腕の見せ所かなというふうに考えております。もともとゼオライトというのはイオン交換の,このアンモニウムイオンをこう取り込んでもともと中に入っていた価値ンを外に出してで、えっと、アンモニウムイオンを取り込むといったように優れ,てる優れた特,あの特性を持っている、えっと、そういうゼオライトがあります。ゼオライトっても本当にたくさん種類200種類以上ある中の、まあ、とあるゼオライトはそういう能力に優れておりますので、まあ、これを使えばいいだろうというふうに考えていたんですけれども まあ実はですねあのここに書いてある CP3 というサンプルですね、えっと、よいしょ、ここですね、CP3、これ、なんか別にあの何か隠してるわけじゃなくて、これあの強法、強法高プレシピテーションの強鎮法の CP ですね、でであの強鎮法で作ったまあ非常に安い、もうゼオライトって加熱しないとできないんですけど、加熱する前の必勝室の方がよっぽど性能が高いということ,ところを、今回、われわれは見出しました。 で結果としてです、ね、ゼオライトをもうはるかに凌駕するような、えっと、イオン交換剤の開発といったものに成功しております。でそうすると、まあ、あのこの CP3 というのはもちろんあのきれいな試薬をあのあの試薬の会社から買ってきてそれで作ったあのきれいなあの論文を書くためのものですしで、えっとまあ、こういうのにも着想を得てです、ね、今度はもっと非常に安い原料ですね産業界から出てくるような安い原料を使って、まあ、似たようなものを作りました。 でえっとそうするとですねそれもあとこれ赤見ていただきたいこれ黒があの我々あのあの研究室でこう作った開発品なんですけどもまあ、非常に除去率性能が良くてでまだそのすごく安いもうとにかく安い材料とだけ申し上げておきますっていうものであれば。 えっとまあ、そ全く同じまではいかないんですけど結構、太刀打ちできるところまで来ているんですねで、これをもう少し原子レベルで構造を制御する、まれ、あ、わそういうのをあのキャラクターリゼーションするの得意ですので、まあ、それをすればです、ね、もっともっとこれ良くなると思っていて、まあ、本当は今日のあの発表会であの最高性能を出すものが出ればよかったんですけどもこれ、またあの継続的に行ってもっといいものを作り上げていきたいというふうに考えておりますこの方法で間違いないといなとう確信を持っております。 さらにこう吸着剤、もう,もうちょっとこちらに吸着剤を比較しているのはあるんですけれども、まああの、とにかくいい材料が出来上がっているといったところだけは申し上げたいという,ふうに思います。でえっと、ただですねあの ゼオライト合成しただけですとか飛翔室を作っただけですってだけですとこれ本当粉なんですねでこの粉はあのそのまま水にまいたらちょ今度回収できなくなってしまいますねですのでやっぱりある程度こう成形する技術っていうのも必要なんですけれども実はこれが結構大変でですね飛翔室っていうのは構造が非常に弱いのであの今あのゼオライト の成形体を作るときみたいなノリでこうバインダー入れて調整してっていう風にやってしまいますと構造壊れてしまいます。なのでいかにマイルドに成形するかといったところが今ちょっと悩ましいところであったんですけれどもこれも解決しました。えっとまいくつかこれあのある代表例ですけれどもまああのあるあのバインダーを使ってあげれば非常に簡便に安価にえっと成形体が作れて。 でその成形体でもってあの吸着試験しても、えっとまあ、もちろんその拡散が少し遅くなる分不利になるところはあるんですけれども十分に性能としてはあの満足できるくらいのアンモニアとかアモニウムイオンの吸着剤といいますか回収剤といったものを作り上げることができました。でじゃあこのような技術って本当にあのやって意味があるんですかあの 川本先生も先ほどおっしゃってましたが LCA の観点からの評価というのはこれ必要です。LCA の,の観点からですね、えっと、あの東大の中のチームがそれを担当しておりますといいますか,か東京大学のところ申し上げておりませんでした東京大学というのはもともとは我々の研究室だけだったんです。でも今、 えっと入っているのがわれわれのチームと LCA のチームと,えっと水道のチームと,えっとあとプラズナモのチームとあとなあのあれですね計測のチームですねだから全部で5グループ入っていて非常に大,大きな集団になっております教員だけでも20名以上が参画しているといったところは申し上げたいと思いますまあその中に LCA のチームもありましてで細かく計算をしていただいておりますまずは日本国内のまあそれぞれですねアンモニア回収のプロセスとか下水処理プロセスといったものをこう評価していただいているというのは ありますし、あとそもそも日本国内の窒素のフロもちゃんと可視化しといた方がいいよね。まあ、このあたりもですね研究としてやっております。まあ、あのエネルギーをかけて資源を捨てている今の排水処理っていうものを脱却して新しい社会システムを作るぞといったところまさにこれをあの LCA の観点から行っております。 でえっと、じゃあその下水処理、えっと、我々開発した技術というものを導入したら例えばどうなりますかといったようなことをあのあの示した結果こちらにあの書いてありますこれ実はあの去年の,あのとこにもあの去年でも発表したのかななのでこれあのちょっと置いておきますけど特に見ていただきたいのはですねあのまずこうやってあの3キー線図ですねといったもので可視化をしているっていうところはあのまあぱッと見ていただくと分かると思うんですけどもこの右上のとこですかね特に見ていただきたいのはちょっと字がちっちゃくて大変恐縮なんですけれども、えっと、実プロセスを対象とした l d CA をやっています例えば、えっと、いろんな方法でこう熱分解でガス化発電します固形燃料化しますよとかコンポスト化しますよいろんなシナリオが考えられますでそれぞれに対してじゃあ我々が開発した技術を導入したら意味があるんですかないんですかといったものを計算した結果になっておりますで、えっと、この黒の線図見ていただきたいこれなんかこうギザギザしてますよねこのギザギザしているでこのギザギザの何てこの偶数番目ちゅいうんですかねこの いいう方がが我々のの技術を導入しててたあのケースでであってでこれがあの縦軸 GHG 排出量なんですねすなわち我々の技術を導入すれば GHG の排出量はちゃんと減ってますよということをあのここの結果は示しているんです。偶数番目の方が1個左のものよりも常に低くなっているといったところは我々の,こ,れはあのこの結果を見て我々は非常に安心したんですけれども、えっと、我々が開発した材だったり技術プロセスといったものは間違っていなかったんだと。 で今さらにです、ね、これ今下水処理ですけれども、えっと、下水処理以外にも、えっと、例えば畜産方面だったりとかど,どちら方面だったりとかってありますのでその計算を続けているところであります例えばこれが畜産排水へ適用を拡大したものですけれども、えっと、これもです、ね、あともう少しで、ね、結果出てきますけれども、えっとまあ、基本的にはあのやってもちろん意味があるという方向の結論にもなることはもう間違いないんですけれどもえっと うですね、あとはあのコストまでも考えて、あと金、あのこれ地域特性にもよります、あの例えばそばに畑が広がっているようなところですと、えっと、例えばここで回収したアンモニウムイオンをちょ,ちょっとこう処理したら、もうすぐそのまま肥料に使っちゃった方がいいかもしれないですし、臨海部分だったら、そこをわざわざ畑の方に持っていく、その燃料がもったいないですので、だったらその場で、あとアンモニアを回収した方がいいですよねと、これ、もうケースバイケースになってます、ね、こういう地域特性に応じた、どういう貝があるかといったところを個別にやっていくとい、こんな作業もいます。 進めておりますでもうこれだという間にです、ね、時間がもう15分くらい経ってしまっておりますので続きましてここから話がらっと変わります先ほど申し上げました我々のチームでは主にアンモニアの回収とあと脱硝触媒の開発の2つを行っているといったことを申し上げました今度脱硝触媒の方になりますでえとまあ内燃期間はこれからもなくなりませんともうすでにもゼオライト触媒というのはトラックに乗っていますけれどもただこれ残念ながら完璧なものではありません 今、トラックっていうのは、まあ、その寿命で、まあ、例えば100万キロとか走るんですね。で、その間に、えっと、2回この SCR 触媒のシステムを変えなきゃいけない。まあ、1回で済めばラッキーみたいな感じ必ず1回は変えます。で、これなぜかというとゼオライトが下手ってしまってもう全然ノックスが浄化できなくなってしまって警報が鳴っちゃうんですね。ちゃんとノックスセンサートラックに入ってます。で、そうするとエンジンがかからなくなってって、そういう話になります。 なんですけれどもさらにもうちょっとあの不都合な真実を申し上げますとその壊れる直前の触媒ってほとんど N2O 製造機みたいになっています要はちゃんと窒素まで還元できてないんですでこれで N2O がたくさん出てしまうこれ地球温暖化にも思いっきり貢献しちゃってますもう 100ppm を余裕で超えるあの濃度の、えっと、N2O が出てきてしまうとこんな現実があります すなわち、今、我々がやらなければいけないことっていうのは、非常に高耐久なあのいつまでもなんとちゃんと活性が低下しない究極の,あの安定なゼオライト職場を作るということなんです。これ、非常に意味があります。もっと意味があるのは、その SCR のシステムって取り替えるだけで80万円します。これも不都合な真実です。これ、2回変えたら、なんだっけ、160万円しますよね。その分、トラックの,あの運転手さんのお給料を下げる原因になっちゃってるんですね。 であれば、これが長持ちする植栽ができれば、あのこれトラック業界、あの運送業界にとっても非常にいいニュースになるんじゃないかなと思っています。これ非常に大きな使命感を持ってこの研究をやっているわけなんですけれども。 えっとまあ、キーは結局何ですかっていったらゼオライトですで。頑丈なゼオライト、もちろん頑丈なだけじゃだめなんですあのちゃんと、えっと、触媒活性が、えっと、低下しないような頑丈なゼオライトを作るといったところが必要になってきます、まあ。そんなわけで三菱ケミカルさんに入っていただいたんですけど、三菱ケミカルさんというのはうゼオライトの量産にたくさん多くの実績があって、えっとまあ、ひとたびいい材ができれば、これをあの量産できるといったような。もうあの もう本当に技術を持ってますのでですのでまさにこのプロジェクトに入っていただいたとまあそんな背景がございますじゃあこちらがあの開発したゼオライトこれあの結果のごくごく一部しかあの時間限られてますのでお見せできませんがえっと例えばこれ我々が開発したものですと,でと例えば現行品をまあとある条件というかこの900度で1時間かなあの水蒸気に暴露しますともう構造がなんかあの壊れてしまいますこれもう構造がへたって非消失化してしまっているってこんな,あのこ,んなあのことを指しています。 で我々が開発した、しかも高速で合成したものです、ね、にはあのこの水蒸気に同じ条件で暴露しても全然構造が壊れませんよといったようなことが分かっていただけるんじゃないかなと思います。でじゃあ、触媒活性も調べてみましょう。これちょっとあのわざと悪い結果を持ってきているんですけれども現行品というのはそのこの耐久化処理、こ,のこういう条件にさらしてしまうと全く,全く活性が出ません。ここれれ縦軸がノックスのコンンバージョンです。これ黒がかあの現 えっと、開発品というかまあまあ,あのもうほとんどコマーシャルレベルだと思っていいんですけども、まあ、それであれば、えっと、新品であればもう100%例えば200度以上であればもう100%ノックス浄化できますよという条件でもこれ900度にさらしてしまうともうボーンと下がってしまうで我々が開発したものっていうのはこの超過酷な条件にさらしたとしてもまだ壊れていないんですねで今はもっともっといい結果が出てるそんなゼオライトもありますので、えっとまあ、今後はですねあでちなみにもう,あのあのもうこれだけで KPI を達成していてもうすでに もっともっといい結果が今出つつあるといったようなところですね。まあ、現行品よりもはるかに優れた性能を示し、触媒開発して、さらに都合のいいことに。これ、あのえっとこの現行品よりも n2o の排出量が半分以下といったところのいいおまけもついております。 じゃあこのようにじゃあゼオライトをあの開発してきました、もうね、あの山ほど実験をやってあの本当にあの徹夜でたくさん実験やっていますか学生とか本当にあのあとあのメンバー、本当に頑張っていただいているんですけれども、えっと、やはりです、ね、これあの合理的にゼオライトの設計っ,ていったものを行う必要がありますそのためにはまずゼオライトに何が起こっているのかってちゃんとキャラクタリゼーションする能力が必要でこれをです、ね、三層圏と JFCC さんに担当していただいております。 非常に正確にです、ね、ゼオライトの穴がどんな感じで開いているかそしてそれがどうやって劣化していくかといったところを調べていただいておりますでまた、えっと、これあの操作型電子顕微鏡を使ってあの非常にこう精密にですね、えっと、どういうところにアルミが多くてどうあのアルミっていうのはそのゼオライトってアルミのシリケートですのでどういうところにアルミがあってアルミがあるってことはそこにどうあの活性点もあるってことなんですけども活性点がどうやって分布しているのかっていうのを非常にこう正確にまた完璧にですねあの見る技術といったものを開発していただいております これ三層計算ですね。 えっと、JFCC さんじゃ何やってるかというと10日型電子顕微鏡がすごく得意なあのところですので10日、えっと、型電子顕微鏡を作ってるの、ね、まさにこれがムーンショットという成果なんですけども、えっとまあ電子,線ぜ、えっと、に電子線にすごく敏感なんですよゼオライトって電子線当たるとすぐ壊れてしまうんですけどもそんなゼオライトでも、えっと、ちゃんと適切なあの測定法を行えばです、ね、空間分解の2.4ナノメーターで,でちゃんと SI と AL, エースサイト AL の比これこそがあのゼオライトの特性を知る、まあ、一番大事な。 あのファクターだと思うんですけどもまあこれを解析する方法っていうものを開発しましたこれすごい成果で,で結局この,あの技術を使ってじゃあ我々が作ったものはちゃんとできてますかといったものをこうあのなんていうかフィードバックして合成条件にこう反映させてといったような作業を今続けているといったわけですこれがあったからああいう材料ができたといったところは強調させていただきたいというふうに思います。 でえっと、あとあのちょっと我々の自慢もさせていただきたいんですけども我々の研究室はですねゼオライトを非常に高速で合成する技術といったものを開発しておりますすゼオライトって普通合成するのに数日かかります。 数日かかるのが常識だったゼオライトの,あの合成法といったものをいろいろ工夫してあのこれはあのムーンショットの前の成果ではあるんですけども先導研究の成果ではあるんですけどもこれをあのあの数分10分とか数分そして最,あの最短では数秒で合成するといったような技術を開発しております。でえっと、もうこのの技術を今あので ですので今までバッチリゼオライトで合成されてました。何しろ数日かかるので流通にする意味ないですもんね。バッチリんです。でもこれ数分くらいになってくると流通で合成した方が全然メリットが出てきます。でこの流通合成法といったものも世界に先駆けてあの示しているのが我々のグループであります。でこの技術を使ってまさにあのあのあの性能に が非常に優れているゼオライトを流通条件で連続的に生産するっていったことを今試みております。えっとだいぶできてきているんですけれども、えっとぜひですね、これは来年の成果えっと発表会でえっと大々的にアピールをさせていただきたいというまああの、えー、予告編でございます。でもちゃんとあのいいものができそうです。 で三菱ケミカルさんもあの素晴らしい技術を持っています。これ何やられてるかっていうと、えっと、うちの研究室で作っているのって、まあ、言って 1g2g くらいのスケールです。 でこれを最終的に社会実装まで持っていくためには何十トン何百トン何千トンって作らなければいけませんでそのためのスケールアップ技術の開発ですでゼオライトってあの結晶学的な純安定層です純安定層のものをあの大量に作ろうとすると大体そのスケールアップの時につまずきます同じようにできないんですあのグラムレベルでできたものがすぐトン作れるかというと絶対そんなことはありませんなんですけれども三菱ケミカルさんあやっぱり今までそういう経験たくさんありましたのでまず100ミリリッターの,あの反応容器 でじゃあ50リッターでやったらどうなるのよって言ったらなんか初め不純物だらけだったんですね不純物だらけで大失敗でもなんかそこであのいろんなことを学ばれたんですで学ばれて2回目やったらどんどん良くなりましたとでもっとやったらこの3回目やったらもうこれ完全に達成しましたとで今度50リッターやったらこの100リッターやったらどうなるのって言ったらこれもまあ,まあほとんど達成しているとで結晶性もあの多分まあ,あのこれまた解決できるというふうに思っていますこんな感じでですねえっと どんどん,どん,どんこの量産のほうもうまくいってきていてでえっとこれあのバッチスケールのほうの量産ですけれどもこれ,これもできるようになってきていて,てで今度えっと2リュウベですねこの100リッターから2リュウベこれまたえっと何倍だえっと20倍ですよね20倍の規模でさらに合成するっていったことを試みもう100リッターでできただけでもこれすごいことだと私は思ってるんですけどもさらにその高めを狙っているというのが今の三菱ケミカルさんです。 でえっと、我々は、ね、N2O の吸着といったものを行っております、これはあの後から採択された後からですねドの皆様と相談をさせていただいて、山梨先生ともご相談をさせていただいて、えっと、こちらのテーマもあの行うことを許可をいただきました、これなぜかと言いますと、あのこれ、われわれがまたあのこのプロジェクトは別にです、ね、あの非常に N2O を選択的に吸着することができる、とあるゼオライトが吸着できるといったことを見つけました。 これがすべての始まりなんですけどもで、でせっかく今、窒素循環をやっていますのでぜひこのテーマも入れさせてくださいというふうにお願いをしたわけです。で、このテーマですね、最終的にはどんなことを考えているかというと、もちろんもう吸着することは間違いなくて、今、どん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 例えば何度でどれくらい吸うかとか、そういうえっと細かいデータもどんどん取り始めて、今、今、論文をまさにこう追加の論文を書いているところなんですけども、非常に低温,低温になればなるほど、劇的に N2O の吸着量が増えます。 ででこのえっと吸着剤なんですけどもやはりあの南沢先生と連携をしたいなというふうに考えておりますあの南沢先生この後喋しゃべられますけれども冗談である程度 N2 を濃縮してからやはりあの根粒菌の方にこうに供給してあげた方がですねやっぱ効率がよくなるといったところでえっとぜひですねこのゼオライトをあの使っていただきたいなというふうに思っております。 われわれの成果ですけれども、まあ、今まで論文が、えっとまあ、14本かな、十四本くらいで、今、あの数報投稿中といったところでしょうかね、であのちゃんとあのいいあの結果が出たもの、プレスネリドリ様からですね、ちゃんとプレスリリースを出させていただきました。これはです、ね、あの全くあの絶対にこうあの あの素性がチューニングできないいっっって穴ががちちゃいゼオライトがあったんでですねでもそれってすごく工夫をするとあのとある条件でちゃんとそのあの素性をあのアルミを抜いて蘇生をチューニングできるということを世界で初めて示しましてで、まあ、それがあの論文これサイエンス・アドバンシスト,これトップジャーナルですけどもに採択されたまさにこれネドの,あの、まあ、ムーンショットの成果かなというふうに思っておりますてかムーンショットだと思ってます。でえっと と一般向けにはですねまあ今 JCI さんと非常にたくさん N2O に関して議論をさせていただいております、あとは中高生相手にですねまあ研究を紹介したりとか、サイエンスアゴラにあのブースを出って、あれ、採択済みというとこれ古い情報ですねえっとをしております、サイエンスアゴラ、非常に楽しくて、これまたやりたいなと思ってるんですけども、こんな楽しいイベントがあったんだ、しばらくコロナでそういうのやってなかったので、久しぶりにいい経験をさせていただきました。 でこちら論文リストですけども、まあ、あの数こそそんなに多くないかもしれないんですけど結構トップジャーナルちゃんと通ってます JAX でジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカルソサイティとか先ほど言ったサイエンス・アドバンシスとかですねあとはまた23週間前にまたジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカルソサイティも通ってますたくさんトップジャーナルに論文が通っていると、まあ、それくらいの成果を出しているというところはあのアピールをさせていただきたいと。 あとこれが現時点での成果になりますけれどもあとアンモニア回収のところにおきましては、まあ、低コスト短時間簡易な吸着剤の合成といったものがだいぶ見えてきましたでこれをあと,あとですねとにかく安い原料を使って、えー、ともうあの吸着するシステムといったものを作り上げたいなというふうに考えております脱ュ触媒の方はです、ね、もういい剤が出来上がってきています もっと、ね、N2O の排出量を少なくしたりとかもっと,えっと壊れないようにしたりとかです、ねまあ、あのこう野望は尽きることはないんですけれども、えっと、これをです、ね、あのど,どこまでやるかあのこれはあの我々、本当にあの頑張ってあの大戦力を今あの投入してです、ね、この脱色触媒といったものを開発を行っております。 あとはあの三菱ケミカルさんにはですねぜひ二流米で成功していただきたいかなというふうに思いますあとは連続流通式によってこの抗体久性ゼオライトを連続的に合成できるようになればこれ世界が変わるというふうに思っています,、えーっとですね、であとはまあ社会実装に向けたシステムの評価といったものはこれ引き続き、えー、っと行っております LCA の観点からの評価も常に行っておりますでこれはきょうの最後のスライドなんですけれどももう本当にあのおおお脱粧触媒開発と えっと、アンモニアの回収といったら2つにこうテーマを絞ってるんですけども、まあ、全く今までになかった新しい材をこの世の中に出すといったことにまず成功しておりましてこれがどうやら本当に社会で使えそうだといったところも分かってきていますで材の選定はもうこの2年半でまあほぼ終了しています、まあ、先ほど申し上げましたようにこうより良いものを作るといったところでまあちょっとど終わりがないので、えっと、ただ我々はやっぱりそこどこまでも突き詰めたいというのはあるんですけども、えっと、とにかく今求められているのは前倒しでパイロット試験に向けた とスケールえっとあまとにかパイロット試験に向けたスケールアップ実証試験を行うとまあもう、まあ、一部行っているのもあるんですけどもえっとこれをどん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 前倒しで行っていくっていうのを今あの一番頑張っているところでございますえっとだいたいこれであの今日のあの発表はおしまいかなというふうに思いますご清聴どうもありがとうございました、はい、脇原様ありがとうございました。